予想通り、中域内にいる敵は全て高速艦と判明したわ。指令の読み通りなら、近くに高速艦の拠点となる船がいるはず。増援が来る可能性もあるから、気をつけて。わかりました。ふん、機動力で紋章機にかなうかってんだ。アニス、油断は禁物だよ。へいへい。みんな、敵はスピードが速い。気をつけていこう。了解なのだ。私戦いますから。白波さん、そのあまりこっちを見ないでください。どうしたんですか。私何でもないですよ。ベルキャスター攻撃開始。わかりました。良い当たりだ。あなたのだ。4番機攻撃成功。わかった。攻撃成功なのだ。よし、撃墜。ちょっとやられちゃいました。容赦ないね。敵に命中した。命中なのだ。わかった。はい、命中したみたいね。なんとか避けられました。倒せた。はい、中域内に新手の敵を確認。これは攻撃母艦。遅い。
を見つけました。おとなしく当たれってんだ。よーし、ポカポカ燃えてきたのだ。分かったのだ。回避できたのだ。当たったわ。なかなか毎回は決まらないわけね。ニードルフレシット。了解。命中しました。当たっちゃったのだ。聞いたな。わかりました。損害を調べてくれ。回避に命中だ。よし、命中だ。回避を調べます。了解。被弾損害を調べます。はい。成功なのだ。着弾を確認。あら、そう来たの。避けられちゃったわ。おとなしく当たれてんだ。なかなか毎回は決まらないわね。よーし、チャンス、いきますよ。よっしゃ、倒した。わかりました。機体沈没。
けを始めるわ。4番機、はい、攻撃成功。ブラスター。よし、ルクシオール甘く見るな。やっぱり少しすばしっぽかったな。こちらエンジェル隊、敵偵察艦隊を全滅させました。うん、ご苦労様。では帰還してくれ。了解。ココ。はい。今回の戦闘でのエンジェルたちのテンションはどうかな。お待ちください。あら、少々低いようですね。特にリコちゃんの数値があまり芳しくありません。しょうがないな。ん、はあ、なんかリコとのことが気になって戦闘に集中できなかったな。こんなんじゃな。おいおい、大丈夫なのかよ。リコとアニスだ。お、カズヤじゃんか。ちょうどいいや、ちょっと来いよ。いや、あの、私、失礼してもいいですか。いいわけねえだろ。どうしたの。どうしたのじゃねえよ。お前らなんかあったのか。今の戦闘だってよ、カズヤの指揮ははっきりしねえし、リコもぼーっとしてるし、こっちのテンションまで下がっちまうぜ。すまない。ごめんなさい。なんだよ、喧嘩でもしてんのか。いや、別に。じゃあ何なんだよ。もうイライラする。お前ら付き合ってんじゃねえのかよ。付き合ってるだなんて、そんな。んじゃ付き合ってねえってのか。とにかく何とかしてもらわねえとこっちも困るんだよ。さっさと仲直りしてくれ、頼むから。仲直りも何も、別に喧嘩してるわけじゃありません。そうだよ、僕たち別に。なら、そんなに離れてんな。どうしよう。リコ、おめえ。ごめんなさい。おい、カズヤ大丈夫か。ほら、捕まっ。猿だ。うわっと。おい、待てよカズヤ。ごめんなさい。ん？ごめんなさい。あ、ちょ、リコ。なんだよ、まったく。わけわかんねえな。お疲れ。おい、タクトじゃんか。あのよ、カズヤとリコのことなんだけどよ。ああ、見てたよ。あいつら変だぞ、絶対に。うん、思ったより重症だね、こりゃ。リコに突き飛ばされた。怖かったのかな。前は僕には触れることができて、他の男はダメ。今は僕以外の男とは握手できて、僕はダメ。完全に逆だ。男性恐怖症じゃなくて白波恐怖症。まあ、
そういうわけじゃないと思うけど、そういうわけじゃないならやっぱりこれは嫌われたんだよな。嫌われちゃった。ルーンエンジェル隊メンバー、カズヤ白波及びアプリコット桜庭、至急艦長オフィスへ。え？リコとまとめて呼び出し？なんてこった。白波です。ああ、待ってたよ。失礼します。さて、まずはカズヤ、君に伝えることがある。はい。今後の動向のことなので、リコも一緒に聞いてくれ。はい。ベレル軍のことなんだけど、最新のスキャン結果によると艦数はもうすぐ友軍を上回るらしい。ということはこれから不利になりますね。うん、そう考えるべきかな。まあ敵軍の構成までは不明だから正確なところはわからないけどね。対してこちらの状況だけど、マジーク艦隊の修復可能な船は約 70% が復旧を終えた。このルクシオールも復旧率 83% だ。セルダール艦隊はもともと無傷なので 100% の稼働状態。つまり連合軍の体制もかなり整ってきたと言える。それじゃあ、ああ撃って出るぞ。連合軍は数日以内にクロノゲートに向けて動き出す。それまでに間に合わなかった復旧は移動しながら行う予定だ。これ以上ベレルを有利にするわけにはいかないからね。なるほど、わかりました。エンゼル隊のコンディションを調整しておきます。うん、よろしく頼むよ。大きな戦いになるだろう、心してくれ。はい。さて、では今度は二人に話がある。カズヤ。はい。リコ。はい。君たちに特別任務を与える。特別任務？どんな内容なんでしょうか。何、簡単なことだよ。さっき話した通り、連合軍は数日中に移動を開始する。だからセルダールにいるフォルテをシャトルで迎えに行ってほしいんだ。それだけさ。それは僕とリコの二人でですか。ああ、そうだよ。それはどうして私たちなんでしょう。どうして？ええ、ちょっと困るっていうか、その。困る？君たちはホッコリに行くときフォルテに送ってもらったんだろ。ええ、まあ。だったら今度は君たちが迎えに行ってもいいと思うんだけど、それくらいしてもおかしくないよね。俺なんか変なこと言ってる？あ、いえ。それとも何？二人だと都合の悪いことでもあるの？いえ。ん、ちゃんとした理由がないなら一応これは命令でもあるからね、言ってもらうことになるよ。いいかな？はい、わかりました。ではシャトルの準備ができ次第連絡を入れるってことで、二人ともご苦労様。下がってよし。失礼します。失礼します。あ、リコちゃん、いいかしら。あ、はい。何でしょう。ちょっと倉庫で確認してほしいものがあるの。はい。このボード3枚にメモしてあるわ。2枚しかありませんよ。あら、どこ行っちゃったのかしら。リコとはあんなことがあったばかりなのに、一緒にシャトルでセルダール往復だなんて、タイミング悪いな。速度及び進入角補正します。オートパイロットオンライン。15分後にセルダールへのアプローチを開始。まずい。次の発生確認までかなりある。間が持たないよ。なんだ。センサー調べて。はい、
物理接触してます。え？デブリです。かなり大量にあります。個々の質量は極小。でも数が多すぎてシャトルのシールドで防げません。いけない。リコは舵を調整。できるだけベクトルを合わせて。了解。僕は速度を同調させる。速度同調完了。ベクトルの方は？今終わりました。よし、これでしばらくは平気だ。被害状況を調べて。今やっています。大変、エンジンに爆発警告。暴走しています。え？多分デブリの直撃を受けたんです。ダメです、どうやっても暴走が収まりません。エンジンブローまでの時間を予想して。宇宙服で脱出するよ。え？無理です。爆発圏内から出られません。無理でもやるんだ。このままじゃどの道アウトでしょ。早く。はい。何してるの、早くしないと。待ってください、あと少しです。6分後に最大噴射をセットしました。これで少しは距離が稼げるはず。よし、行こう。嫌だろうけど、ちょっとの間動かないで。まさか、ダメ、ダメです。白波さん。リコ、絶対死なせない。大丈夫かい？はい、はい、大丈夫です。白波さんのおかげです。よかった。白波さん、やっとまともに話せたね。ごめんよ。なんで謝るんですか？僕のこと嫌いなのに、さっき抱きついちゃって。嫌い？何言ってるんですか？だってここのところ僕のこと避けてた。あれは白波さんの白波さん。リコ、しゃべらないで。何言ってんの。死んじゃう前に一言言わせてよ。ダメ、そんなこと言わないで。リコ好きだ、大好きだ。白波さん、白波さん。
ここは医務室。あれ、僕死んでないや。いや、これはこれは白波くん。モルデン先生、どこか痛みますか？え、いえ全く。それはよかった。医務室から桜庭さん。は、はい。お目覚めですよ。すぐ行きます。慌てないで先生。僕は、はい、正直に言いますと死にかけました。事故直後はかなり危険な状態だったようですよ。シャトルの破片による肺、肝臓、腎臓など内臓の損傷、宇宙服の破損による低気圧障害、大量の血液噴出による失血症と、なかなかにデラックスな容態だったようです。しかし桜庭さんの的確な応急処置と、その直後のナノナノさんの治療が功を奏し、事なきを得たわけです。あと白波くんの体内に入った破片は私が全て取り出しておきました。取り出した？ええ、外科的手術です。こればかりはナノナノさんには無理ですからね。そうだったんですか。ありがとうございます。もう動いても大丈夫ですよ。はい。やっぱりあれは本当のことだったんだ。シャトルを飛び出してから後のことはなんか夢みたいにぼんやりとしか覚えていない。あれだけの事故です。記憶に多少の混乱があっても無理はありません。でもなんであんなに大量のデブリが？セルダール解放戦の影響だそうですよ。ああ、なるほど。艦隊戦だったもんな。そうだ、連合軍は？復帰は終わったんですか？ゲートへはいつ出発するんでしょう？艦長じゃないんですからそんなに詳しくは知りませんよ。ただゲートへは出発したようです。ホッコリーの港を出て今は航行中ですから。そうですか。白波さん。リコ。では私はちょっと用がありますので。桜庭さん、私はしばらく戻りません。留守番をお願いできますか？はい。それではよろしく。白波さん。いやあ、あれ、なんか目が赤いよ。え、そうですか？気のせいですよ。うん。白波さん。ん？お礼を言うこと、謝ること、怒ることが一つずつあります。怒る？まずはお礼から。シャトルの爆発の時、私をかばってくれてありがとうございました。白波さんのおかげで私は傷一つ負ってません。よかった。本当に感謝してます。心の底から本当に本当に。もういいよ。アニスじゃないけど、そんなに改まって言われるとちょっと恥ずかしいや。そうですか。ならもっと言っちゃおうかな。なんてこったい。次は謝らなきゃ。何のことかな。ごめんなさい、あんな態度をとって。あんなって僕を避けてたこと？はい。や、
やっぱり避けてたんだ。ごめんなさい。あの、よければその訳って聞かせてもらえる？はい。でもその前に残りの一つ怒ることがあります。え？ランティさんから聞きました。ひどいです、白波さん。え？ランティさんの言ったことを鵜呑みにするなんて。私に使い捨てられたとか、私が他の男の人に目移りしたとか、私そんなだらしない人間じゃありません。え、じゃあなんで？なんで私が白波さんを避けたかですか？うん。もうあんなことくらいで落ち込むなんて、白波さんはバカです。そいつはどうもすみませんね。どうせバカですよ。いいですか？白波さんを避けてたのは、避けてたのはん？好きだから。え、よく聞こえないよ。好きだからです。え、何？もう好きだからです。僕を好きってこと？そうです。え、なんかよくわからないよ。なんで僕を好きだと避けるの？私、特訓のおかげで男の人と握手できるようになりましたよね。うん。あの日あたりからです。白波さんを見ると胸がドキドキして、なんかその意識しちゃうんです、白波さんを。それで避けてたの？はい。それまで白波さんに触ることができるのはお姉ちゃんに似てるからだと思ってました。でも他の男の人と握手できるようになったら、そうじゃないって分かったんです。そうじゃなかったんだ。はい。手だけとはいえ、男の人に触ることができるようになったら、白波さんが大丈夫だったのは特別だったからだって。私が白波さんを好きだったからだって分かっちゃったんです。恥ずかしい。なんだそうだったのか。ランティのやつ、いい加減なこと言いやがって。まったく。あの爆発から助けていただいたお礼と、あんな態度を取っちゃったお詫びをしたいって思ってたんですけど、何かないですか？相手が白波さんじゃ、お菓子とか作るのもあれなんで、ちょっと悩んでました。え、いいよそんな。あの状況でリコを助けるのは当然のことだし、リコの態度も僕の勘違いだったわけだ。もう気にしないで。ダメです、それじゃあ私の気が収まりません。そんなこと言ったって。ああ、じゃあ何か飲み物を持ってきてもらおうかな。そんなのお礼になりません。もっとなんかないですか？困ったな。遠慮なく言ってください。何でもしますから。何でも？はい。本当に？本当ですよ。何ですか？突然変な目になりましたよ。じゃあね。はい。添い寝してもらおうかな。え？これで諦めるだろう。わかりました。うん、そう、わかったで。少しそっちに詰めてください。ちょっとリコ。あの白波さんも横にならないと添い寝になりませんよ。はい。はい、添い寝しました。冗談だったのに。どう
しよう。どうしたの？白波さんの顔、緊張してます。そりゃするさ。好きなことをこんなことになってるんだもん。添い寝だけですよ。分かってます。もう。避けてる時。うん、白波さんを避けてる時のことですけど。うん。ホッコリーでのことがすぐに頭に浮かんじゃうんです。ホッコリー？そうです。それですごく恥ずかしくなっちゃって。どのこと？人工呼吸とはいえキスしちゃったことです。あの時は必死でしたからあんまり気にならなかったんですけど、後になればなるほどすごく意識するようになっちゃって。白波さんは覚えてないんですか？うん、ごめん。そうなんだ。私も無我夢中だったんで、キスとかそういう感覚ないんですよね。白波さん。何？今度はちゃんとしましょう。どうしたの？キスだけですからね。リコ、白波さん。チューしちゃったね。そうですね。大好きだよ、リコ。私もですよ、カツヤさん。え？カズヤ、目が覚めたのだ。痛い。何やってるのだ？何も してないよ。ねえ。ええ、何でもないのよ。私倉庫での用事の途中でした。戻りますね。それじゃあ。ママ。いやそうだ。僕もちょっと用事が。なのなの。先生は今いないから留守番頼むよ。それじゃあまたね。なんか怪しいのだ。ふう、焦った。突然飛び込んでくるんだもんな。でもリコとキスしちゃった。しかもカツヤさんだって。やっほーい。たくさんの船がどんどん並んでいく。これを見てると負けるなんてとても思えないな。カズヤ。はい。ブリーフィングしよう。わかりました。それじゃあ現在およびこれからの動向を簡単に説明しよう。数時間前から友軍は陣を取り始めたわけだけど、現在配備完了率は 90%。 まもなく陣は完成する。懸念されてた復旧率も現在 99.5% と、なんとか間に合った形だ。問題がなければ、あるいは起こらなければ、
このまま陣形を完成させ進軍を開始する。そして俺とベレル、しびれを切らした方が火蓋を切るわけだ。火蓋、戦いを始めるきっかけのことですよ。すまねえ。あの敵軍の動向はどんな感じなんでしょう。うん、もう距離も近いんでね、かなり詳しく判明している。まず数だけど、これは敵の方が上だということがはっきりした。こちらもできるだけ急いで準備を整えたわけだけど、少し遅れを取ったみたいだ。そして敵陣の構成要素や配置を分析した結果、どうやら守りに重点を置いているらしいことも分かった。前線に防御力の高そうな船をこれでもかってくらい敷き詰めてる。攻撃力もかなり高そうだよ。まあその分鈍そうだけどね。なんで、これからノイエを侵略するって割には随分慎重だな。ベレルなりの考えがあるんだろう。先を読むことに関してはかなりの切れ者だからね。へっ、守りに入ったやつなんざ怖かねえぜ。油断は禁物だよ。へいへい。さて本題に入ろうか。この戦いでのルクシオールおよび君たちエンジェル隊の役目なんだけど、ズバリ切り込み隊だ。もう先ほど伝えた通り、敵の守りはかなり固い。セルダールやマジークの艦隊じゃ歯が立たない可能性がある。そこでエデンの最新鋭艦と紋章機の出番ってわけ。鉄壁の守りに針の穴を開けようって寸法だ。紋章機の攻撃力をもってすれば可能なはずさ。任せるのだ。ただしいくら紋章機とはいえ、何百もの船を相手にするのは無茶だ。守りを崩すきっかけさえ作れればそれでいい。あとは後続に任せ速やかに引くんだ。わかったね。はい。では今回のミッションを説明しよう。これがミッションエリアのスキャン結果だ。ルクシオールはこの位置に待機する。そして敵艦の配置はこうだ。大型で防御力の高そうな船が数隻、その間を埋めるように巡洋艦クラスの船が多数配置されている。とにかく敵の守りを崩すこと、それが最優先だ。よって今回のミッション目標は敵大型艦の全滅となる。以上。巡洋艦の配置もなかなか絶妙だ。数の面からも動き出すと厄介だろう。十分に注意し速やかに作戦を遂行してくれ。これは攻撃？報告。現在解析中。おそらく敵からの長距離攻撃です。すぐ行く。ブリーフィングは以上だ。解析結果が出ました。やはり敵の長距離砲です。被害は？マジーク艦が一隻、航行不能です。その他はわずかな被害にとどまっています。挑発か。友軍の配備状況はどう？終わっています。ふん、いいだろう。たまには乗ってみようじゃないか。挑発に全艦に通達。進軍および攻撃準備開始。こちらも長距離砲が用意でき次第撃て。了解。カズヤ。はい。リューエンジェル隊、発進準備に入ります。遠慮はいらない、思いっきりぶっ放してやれ。はい。ケチョンケチョンにするのだ。遠慮なんてしたことねえぜ。虜にされた屈辱今晴らそう。